カール・ボレ、カール・アウグスト・ボレはドイツの博物学者である。ベルリンのシェーネベルクの裕福な醸造業者の息子に生まれた。ベルリン最古の公立学校、フランゾ・シッシュ・ギムナジウムで学んだ後、ベルリン大学、ボン大学で博物学を学んだ。1842年にドイツの自由主義運動を主導したブルシェンシャフトに加わったが、1846年に再度、 ベルリン大学に入学し、医学を学び、高山植物に関する論文で博士号を得た。医学の博士号を得たが、医師として働くことはなく、博物学のアマチュア研究家として働いた。1852年と1856年に、カーボベルデとカナリー諸島を訪れ、1857年に、カナリア諸島の鳥類に関する著書、 マインツバイタービートラックツアーフォーゲルクーンでデア、カナレスカ・インザルンを出版した。ドイツ鳥類学会の創立メンバーであり、1884年にアルフレート・ブレームの後を継いで会長となった。ベルリンのテーゲルコの島を購入し、屋敷を建て樹木園を作った。屋敷は失われたが、ボレの植えた樹木は保存されている。ハトカの鳥類の種、コロンバ・バリに懸命されている。 ボレは植物の学名で命名者を示す場合にカール・アウグスト・ボレを示すのに使われる。ありがとうございます。